豚の喉肉。インソールなんか誰が見たいんですか。どうも皆さん、カズです。どうもダブルイッシュカズです。よろしくお願いします。ベトナム住みます芸人ですけども、今バンコクに来ております。そしてバンコクといえば、そう、住みます芸人がいらっしゃいます。そして今なんとたまたま時間があったのでご飯を連れてきてもらいました。そう、この方です。どうぞ。サリカー、どうも、タイ住みます芸人T の極みです。 T の極みでございます。いや、 T はね、こういろいろね、地方バンバン回ってて、はい、あんまバンコクいないんですけど、そうなんですよね、たまたま一瞬だけ言いましたんで、時間あったということで、はい、 T のおすすめのタイ料理来ましたよ。めちゃくちゃうまいっすよ。うまい。俺あのムー型、あーはいはい、はい、あのアッパレさんに教えていただいて、はいはいはい、アッパレさんと一緒にちょっと連れてもらったの。あ、なるほどなるほど、うん、じゃあ T が紹介する、これはね、あの、はい、タイの、うーん、まあ鍋料理ですかね。鍋、そう、この鍋の器がすごい特徴的なんですよ。かわいくて、なんか土鍋というか、なんかそういう独特なやつで、これめっちゃ人気で、しかもここのお店は安くてめちゃくちゃうまいんですよ。あ、そう、もうみんな見ていただいた通り人もめっちゃいるじゃないですか。見せない、なんでカメラでは見せないから。なんでその、まあ、勝手にカメラ振らせないで。いや、そのまあ人気店って言った方がいいでしょ。それいやけど、何をそこ隠すんですか。あ、ガラガラの店よりいっぱいの方がいいでしょ。いやけど、曖昧にしたい、曖昧にしたい。すいません、曖昧です。人気であればあるほどいいやろ。曖昧もこう、あいにくの天気でございます。はい、でも雨もね、止んでね。あ、そうね、まあ、晴れ男、はい、発揮したらなって。あ、素晴らしい。じゃあまあまあまあ、とりあえずね、はい、行きましょう。はい、はい、卵だ。さあ、ね、魅力屋さんというね、オンラインイベントを、まあ、T の極めてやってるんですけど、今僕はまさに魅力屋さんを直で、直魅力屋されてます。直魅力屋さんを受けてます、はい、ね、こいつがどんぐらいの魅力。ソムタム辛いでしょ。あ、ちょっと辛いですね。でも食べたことないもん俺。スパイペットにしようか。じゃあタモン、全然頼む。後輩させてください、ちょっと兄さん。いや、なんかもうそういう時代終わったからさ。いやいや、それやっ風の時代だから。やってる方はいいでしょ。やる分にそれ拒否らんでいいでしょ。そういう、もうめちゃめちゃ、魅力やな。ちょっと溢れるぐらいがうまいって言うからね。言わないよ。え、なんかタイの乾杯の仕方ないの。チョンゲオ、チョンゲオ、チョンゲオが、チョンゲオ、チョンゲオ、すぐベトナム語にする。してない、してない、してない。ないのよ、そんなことが。チョンがぶつかるで、うん、ゲオがこの入れ物、まあ、グラス。ゲオってレンタル、レンタルの。いや、懐かしいな。だけど違う、違うのよ。で、ぶつかる、これでチョンゲオス。チョンゲオ、これは、え、これチョンゲオラズ。これはチョンゲオラズ。はい、チョンゲオ。いらんねん。いらんのよ、そんなの。はい、チョンゲオです。チョンゲオ、チョンゲオ、チョンゲオ。韓国語みたいな。はい、首肉。こういうコームヤンっていう。コームヤン。これがガイヤンで、鶏、焼き鳥。ガイヤンってよう言ってたな。これはこのちょっとソースつけるんですけど、このソースもまたうまいです。だ、辛そうだけど。まだそんな辛くない。まあ、ちょろっとつけて。うん、まあ、パクチー苦手な人は君に。パクチー入ってる。パクチー外してって感じです。いただきまーす。うん、あー、もう辛いわ。うまっ。あー、辛い。うまっ。もうすごいドンときた。ずっとすごいな。ズドン。ダミーン。これがチムチムです。チムチム。はい。すごい、いいね、かわいいね。そうなんですよ、これがいいでしょ、なんか見栄えもいいしね。やっぱこの炭がやっぱいいよね。ちょっとね、スープ、だしだもん、ね、野菜とかで味付けされてて、なんだろう、これ空心菜。はい、空心菜はもう東南アジアといえばみたいなのがあるよね。うまいっすから、空心菜。あ、甘くてちょっと甘いよね。あ、マジっすか。あ、そんな知らないの。え、知らないけど、そのさ、
久々です。いやでも味ね、場所によって違いますよ、ちょっと。やっぱそうなんだ。はい。あ、もう麺入れちゃ、麺っていうか春雨入れちゃうんだ。もう入れちゃいましょう、パンパン。別に追加で頼めるんで。ああ、これあんま好きじゃないんですよね。あ、ミント、はい、俺好きだから、俺自分であの僕生で食えると。あ、いいっすよ。あ、でも別に入れちゃっていいっすよ。あの、はい、その別に俺食べなんか、あの何、あの食べなければいいんで。食べなあ。あ、前さっき、いや俺もずっと思ったから肉のなぁと、なんかその、なんだろうなと思ってた。先野菜しゃぶしゃぶなんかなと思ってたけど、どういう。え、別に、もう入れていいっすか？普通、どうなの？ガバってでも入れるかな。で、なんか卵をね、溶いて入れたりするんですけど、まあ、また後で、それは。確かに写真卵乗ってたね。卵なんかぐじゅぐじゅに混ぜて入れたりするんですけど。この辺のタレも相まってうまいですけどね。そうね、もう全部入れちゃいます、一回もう入れていいよ、ドバッと。魅力屋さんの太陽が背負ってる男だから。いや、そうですよ。魅力屋さんの未来は僕にかかってますからね、太陽。そうそうそう、そうよ。ソンタン、パパイヤサラダ、パパイヤサラダ、はい、復唱してるだけです。いや、これね、中まで染みてるやん、味が。ちょっとね、まあ、やっぱあの甘いね、ちょっと。で、ちょっとこれが辛いからちょうどいい感じに。なんていう、だいぶ甘い。照り焼きっぽい感じも感じるけど。そうっす ね。完全照り焼きやん。ちょっと甘辛いっしょ。甘辛いけど、まあ甘い感じでしょ。うん。あ、食べやすい。食べやすい。そう、そこがやっぱいいんですよね、うん、結構癖のある料理は良くないから。うん、食べにくいんですよ。うわ、俺チキンの照り焼きやん、これ。うまいっしょ。うまこれに、なんかあのチン、あ、なんだっけ、カオニャオっていうもち米とかいったりするんですけど、うん、まあまあそれでもいいし。しかもなんか珍しく、ちょっと塩味っていうか塩味が強い。うん、そうですね、僕も結構、その東南アジアっていう、まあベトナムとかだと割とやっぱ常に甘みがあるんだけど、これ、結構だから酒に合う。伊勢さん、お酒好きだからね、やっぱり。多分ね、これも大人気なんで、大事に。あー、辛いわ、やっぱ。マジっすか。だいぶ辛くなしにしてくれたら言ったんですけどね。エネさん、辛いの大変苦手。うまい。あの、日本だと小学校とかでなんかその学校前でなんか放課後アイスとか食べたり売りに行ったりとかあるじゃないですか。なんか牛乳アイスみたいな。はいはいはい。タイはこれ、あのみんな放課後とか、あっかい、あっかい、そうだったんですか。カルソンとミサンとか。ティーとかは、まあまあ、そんなみたいな感じなんでしょ。まあそうっすね。僕もでも辛いのそんな得意じゃないっす。いや、これマジで、俺やっぱ、ベトナム料理で辛いのほとんどないね。まあ言ってましたよね。自分で辛くするから、はあはあ、醤油にね、このチリ入れたりとか。うんうんうん。もうこれ、もうここでわかる、ここでわかる。あ、辛い。これよ。うまっ。うん、辛い。ここじゃわかんないよ。ここもわかんない。ここわかんない。知らんけど。ここは無理よ。ここも無理。辛い、辛いわ。知らんて。これなんすよ。なんすよやなしに。何聞かされてんのよ。なんすよやなしにの、おい。なんすよやなしに、いいツッコミしたな、ごっくりしてましたよ。いや、思ってないし、別にそんな大したあれでもないし。わかる、もうだけどもう汗だくよ。え、皆さんってもともと辛いの得意じゃないの。もともとそんなに、まあでも嫌いじゃないんだけど、こう汗めっちゃかくから。
ラーメンじゃないと、あの揚げ物のとか。揚げ物とか。魅力屋さんで唐辛子10本20本じゃなくて、あ、それね。アメリカ？そんな反応しないよ。おいおいこいつは。いらんねえ、あなたの汗のインサートなんか誰が見たいんですかそれ。マジでマジでいらんってそれ。登録者減りますって。ほんまに何言ってんのかな、ほんから見てられへんって。それは雨かなって言ったら、でいや多分油揚げた音、あの唐揚げとかあのあれじゃないですか、揚げてる音じゃないですけど、あの横の席の人が YouTube で天ぷら揚げてる動画を見てる。お前ふざけんなよマジで。それで俺ら一気中止なんすか。ダメかなって。ダメかなっつってふざけんなよ。見てた今。いや飯屋で飯の動画見んなよ。はい、よいしょー、ウェイテレテス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 テすごいじゃないですか、完璧じゃないですか。うまそうやな。いや、うまそう、マジうまそう。もういきますよ。あれ、ちょっとこれ卵入ってます？入ってないか。なんか入ってるっぽい感じのあれ。あ、うまい。うまうまい、なんかあの肉にごまとかも振りかけてあったじゃん。あごまの風味もしてさ、ほんまや、ごま油も入ってない。ごまの風味もするし、肉も柔らかいし、っていうか何がって、やっぱ肉自体に味が染み込んでんのがすごいでかい、うん、あレモングラスもね入ってるね。レモングラス白菜いいね。白菜ちょっと食べたいね。白菜いいっすね。でも辛くないのがまず第一にいい。そう、ベトナムソースより辛いのそんなないって言ってましたもん、うん、よしちょっとやっぱ酸っぱみがあるからマジちょっとやけど、すごい食べやすい。なんか重っ苦しくない。うまい。この店なんか深夜3時ぐらいやってるんですよ。あ、そうなんだ。だからこのクラブ、うん、こっちあっちのちょっとラシャダのねクラブがあるんですけど、うん、クラブ終わりでそのあ、来たりとか。そうそうそう、締めの。そうそうそう、うん、非常に食べやすい鍋となってます。結構ね、トムヤムクン辛いじゃん。そうなん、トムヤムクンとかね、辛いし、もうトムヤムクンあんま好きじゃないから、うん、そういうのちょっと厳しいなっていう方でもこれはもう辛み本当にない、全く。なんか自分でこのタレをね、これをこうね自分で入れて辛みを調節する。これでベトナムとかもこのスタイルだから。あ、元は辛くないけどみたいな。そう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 、はどうする、うん、これはね、すごい美味しい。これベトナムにいる人しか分かんないかもしれないけど、はい、ベトナムにあのラウガ、ラエっていうのがあるの、はいはい、それがこういう、あれね、確かレモンとかそっち系の葉っぱ、うんうんうん、まあ、こういうミント系の葉っぱの鍋があるの、鶏の、うんうん、それに結構近いの、味的に、うんうん、だから非常にね、私は美味しく感じております。はい、いらんな。美味しくなあれ。いや、美味しいです。この専門美味しい、はい、取り戻します。なんで取り戻しますか。取り戻しますか。美味しくなあれをちょっと多すぎたんでちょっとだけ戻しました。はい、残念な、余計なことしてるな。最高にうまかったです。こ
最高にうまい。聞こえるから交通量多くないんで聞こえますから、ね、はい、ムチムチムスティフォンっていうお店で、何もない時やん、何もない時とりあえず、うんうん、いやいや、え、そうか、口が見えてなかったんですけど、いや今のは、いや今度は声ちっちゃすぎるってのやつです。マスクやってるの覚えといてくれよ。一応大げさに口は動かして見た。いや無理やるって、急にコメントがキツツキやってんのかなって思って。あー、いやなしさん、いいの出たねーで全然良くないから。キツツキ何やねん。上から呼んでもだ、下から怪文だ。そこじゃないの、怪文だ、その切り取るのもそこじゃないの。俺ここで怪文出せたっていうスキルの高さがないから。何なんすか、何の店好きなの。はい、でもほんとティーマジ美味しかった。いやいや、こちらこそありがとうございました。何だっけ、鍋の名前全く覚えられない。チムチムです。チムチム、はい、いやいや、さすがにこれですよって言われても読めるか。いる人でもそんなに多くないっていう、多分ね、読む。チムチムのお店、はい、非常に美味しかったです。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。またです、バイバイみんな。